ホンダギガバイトホンダギガバイト250クラブマンギガバイト250クラブマンはかつてホンダ技研工業が製造販売していたオートバイである1983年12月7日に CBX250RS の派生車種として発売された1960年代風の伝統的なスタイルの継承とメカニズムは最新の融合をコンセプトにしたネイキッドタイプのスポーツ車である したがってフレーム及びエンジンは CBX250RS とほぼ共通とされ、形式名も共通の MC10 型とされた。ネーミングの由来として、エキサイティングバイクスペシャルボリューム1、ギガバイト2 5 0で開発関係者から語られた当初は CB の商標で販売が予定されたが、上層幹部が開発途中のギガバイトシリーズを見た時に CB は 時代の先端を進んでいくイメージ、対してこれは時代を逆行している感じだと述べた、ことから g ガバイ b 250クラブーマンとなった。という話が知られている。デザインこそ1文字がタバーハンドル、後方配置とされた、ステップ1、アルミリム仕様のスポーカーホイールなどに、レトロ思考を垣間見ることができるが、メカニズム的には、当時の最新を取り入れており、 軽量光合成のセミダブルクレードルフレーム、デュアルピストンキャリバー装着の油圧式、ディスクブレーキ、新開発のエンジンなどが採用、搭載された。長期にわたり、数回のマイナーチェンジを繰り返しながら九百九十七年まで製造された。MC10E 型クーレイストローク四バルブ DOHC 短気筒エンジンは、輸出用、エンギューロレーサー x r 三百五十 r に、 搭載されていた排気量 339C31C エンジンをベースにして以下の変更を行ったものである。本エンジンは x r 三百五十 r 用時代から燃焼効率と吸排気効率を大幅に向上させるためバルブを放射状に配置する RFVC が搭載される。さらに初期型では短期等エンジンでありながら低速域から高速域までの吸入効率向上と 俊敏なレスポンスの追求から合計 26mm のピストンバルブ式キャブレターを2機連結搭載するデュアルインテークキャブレター方式が採用された。このため後の不圧型シングルキャブレター採用モデルと比較すると構成パーツが極端に多い。また本エンジンは潤滑系が弱くオイル詰まりを起こし焼き付きを起こしやすい特性があると言われるが、これは管理を長期に行っていない結果であり、 通常管理された状態であればトラブルは少ない。なお初期型のみ設計が異なるためオイル。つまりしにくいという話もある。また、フレーム構造やパーツの組み込み位置から整備性に若干の難がある。形式名等について、M イコール k 2二2 5 0 c c クラス C イコール、ロードス10イコール常実クラスで10番目の開発モデルアルファベットは、モデルイヤーごとに付けられる、年式記号で、 E 型は1984年型、V 型は1997年型を意味する。以下、モデルチェンジごとに解説を行う。CBX250RS と、併売された初期型で以下の特徴を持つ、車体番号 MC10 から110万21から110万7389。 以下の変更を、実写体番号 MC10 から120万1から120万4583以下の変更を、実写体番号 MC10 から130万1から135万300.1352501から135万3000以下の変更を、実施限定モデル。 編集車体番号 MC10 から135万301から135万2500車体番号 MC10 から140万1から140万2560 r 140万1から140万1860以下の変更を実施車体番号 MC10 から150万1から150万4087 以下の変更を、実施者対番号 MC10 から160万1から160万1325以下の変更を実施。ありがとうございます。